これね、この間ちょっと前に何ヶ月か前かに買ったコーヒーメーカーなんですけど、これね別に回し物じゃないんですけど、何がいいってこれね、コーヒーを入れるところがこうやってなってて、フィルターがいらないんですよ。でこう使い終わったコーヒー豆は私はこうやって、何やったっけ、これ100均かなんかで買ったアルミのブレッドケースっていうか、あの焼く時に使うやつですね、なんですけど、これを使わなくなったので、これをこうやって貯めといて、コンポストトイレに入れて使ってます。あの匂い消しにもなるし、コンポストなんでそのまま捨てれるし、なんで使ってます。で使い方はすごい簡単で、これちょっと一回使った後で申し訳ないんですけど、こうやって入れて、でコーヒー豆を、これね、キャラメルマキアートの香りなんですけど、これをこうやって豆入れて、でね、これの上のところにお水を入れるところがあるので、お水をちょっと入れまして、今日はねこのカップ、ちょっとモニターさせてもらったこのカップを使おうと思って、ここに入るだけのお水を入れて、これぐらいかな。でここの上に入れます。ちょっとコーヒー豆多かったな。でこれのコーヒーカップ、そういえばここにあのトレイがあるんですけど、これねこうやってひっくり返して、こないしたらこういう小さいカップが乗るようになるんですよ。なんかね4000円ぐらい、40ドルぐらいの安いコーヒーカップですけど、なんだかんだでめっちゃ重宝してます。コーヒーが入ったので、よいしょ、蓋をします。蓋をして、こう、でスリーブをつけようかな。これはスリーブは多分コーヒーを入れる前につけといた方が良かったかもしれないですね。でね、コメント欄で何だっけ、なんかねコメント欄で、熱い飲み物を入れても持っててすごく熱くないですかっていう質問があったんですけれど、今ね入れたてのコーヒーを入れて持ってすっごい熱くてやけどしそうっていうことはないです。なんかあったかいマグカップを持ってる感じで、ちょっと飲んでみようと思うんですけど、ただまあ、普通のコーヒーと一緒で、普通のコーヒーカップと一緒で、熱い飲み物を入れてすぐに飲んだら多分やけどをするので、あの市販のっていうかスタバとかコーヒー屋さんに行ってコーヒーを頼んですぐ飲んだら多分すごい熱いと思うんですよ。なんである程度待って、ちょっとぬるくなってというか適温になってから飲むと多分やけどをしないで済むんじゃないかなと思うんですけど、その辺はまあ、あのこのコーヒーカップに限らず、あれですね、普通の紙コップのコーヒーでもそうなんですけど、ある程度やけどをしないように注意をしないといけないというのはあるかなと思います。いただきます。うちで今使ってるのがこのステンレスのダブルウォールになってる、いつまでも飲み物あったかいっていうタンブラーなんですけど、まあね、これは紙コップの代わりに持ち歩くのにはすごい便利でいいと思うんですよ。ですごい気に入ってて、ほら色もめっちゃ似合ってるし可愛いと思うんですけど、これね飲む時に中身が熱いとちょっと飲みづらいかなというのがあるので、コップの代わりに使うんやったら多分、こう蓋を逆に外してこうそのまま使った方が飲みやすいんじゃないかなというのは思いました。でですね、こっちとか見てもらったら分かると思うんですけれど、なんかねこういうコップって飲み口の他に穴が開いてたりするじゃないですか。なんですけども、こっちは普通に飲み口のとこしか開いてないので、まあ、熱い飲み物を飲む時にちょっとドキドキするかなというのはありますね。なんですけども、普通の紙コップで飲み物買っても
すぐ冷めるといえば冷めるので、まあ、こっちはこっちであったかいまま使いたい時に使って、こっちは外に出た時に飲み物飲むのに使ったりっていう風に使い分けていったらいいかなという風に思っております。なんかね、あのモニターをさせてもらって実際に使ってみてしばらくして分かってみることってあるんですけれど、なんか、まあ、用途が違うからこういうもんかなとは思いますね。 That's my husbandHe wants to go to a Halloween party at work. Yep. So that's what he wears today. Yep, I've got the, whatchamacall, NASA socks. NASA socks. Yeah, it's gonna be a lot of fun. I think we're gonna, go to a party after work too. Yes. So, I've got a matchy-matchy suit to that one. So I actually have a smaller version of this.And then we're gonna go as an astronaut, and I'm sorry about the mess in the kitchen. I'm about to clean. Yeah, so we'll see how it goes. Yep. Bye. Bye.今日ね、ソーラーパネルを実はうちこの間ね、3枚追加で頼んだんですよ。なんで頼んだかっていうと、これからカリフォルニアに行くんですけど、今の RV パークって電気代が全部込みだったんですよね。だから、電気代込みで$350、3万5000円ぐらいで、すごい安くてありがたく使わせてもらってたんですけど、次行くカリフォルニアでは、どこも結構、個別にメーターがついてて、電気代は使っただけ払わないといけないみたいな感じのことを聞きまして、もうそれやったらうちソーラーパネル積んであるし、もう自分とこで発電したらええわって話になったんですけど、なんかね、夏にこうエアコンを結構使ったりとかするとかすると、今するとかするとかって2回も言ったね、なんですけど、夏にエアコン使ったりとか、まあ、冬にヒーター使ったりとかすると、ちょっと今、2キロワット積んであるんですけど、だとちょっとたまに物足りないというか心もとない時があるので、3枚、あと1キロワット追加で頼んだんですね。で、それが今日届く予定になってます。なんで、10分ぐらい前に電話がかかってきて、今から行きますって言って、フェデックスの人からちょっと電話がかかってきたんで、お風呂入ってたんですけど、今急いで出て、なんで髪の毛ちょっとめっちゃ濡れたりしてるんですけど、これからソーラーパネルをちょっと受け取りをしようと思います。はい。あれ、フェデックスの、すげえ、でかっ！フェデックスのトラックと、おっちゃんと、あれ、あそこにいるの夫なんですけど、ソーラーパネルを下ろしてます。多分ね、通りに乗せてこっちに持ってきてくれはるんじゃないかな、と思います。あ、来た来た。Alright, so we got a new solar panel. Yay! Yay! Yeah, so that's what it looks like. Looks pretty good. Huge. Huge. You may recognize it. Just like the ones we had before. Yeah. Yep.あそこの左上に乗ってるソーラーパネルと全く同じやつを3枚買い足しました。Yeah. Looking good! Woohoo! Woohoo! What do you think about that? Yep. Looking sharp.、Mm-hmm. Now, engineer is about to go to work to work on that one. What? He's gonna install it. You're gonna install it. Yeah. Yeah. Yeah, I will. Good luck. Thanks. Yeah.バスなんですけど、よ、What? Yeah. The truck or the tree? The tree. あれが、フェデックスのトラック、ソーラーをデリバリーしてくれたやつなんですけど。He's picking up because he can't turn around. Gosh. Doesn't know there's kind of a turnaround up there. Okay, so yeah. あれ洗濯物なんですけど、木がね、the tree fell down.Yeah. I mean, it's kind of hard for me to take care of it because it's so heavy. Look at how many branches broke. Yep. Yeah. Yeah. I don't really want to mess with it. Yeah, I think the park person... That because they're supposed to do it? Yeah, management should take care of that. Yeah. But yeah, the snow melted. 雪ね、雪が全部結局溶けて、数日でこんな感じに元に戻りました。でね、ある木は、ポプラの木かなんかで、リンゴの木じゃないんですよ。リンゴの木はね、あっちにあるちっちゃいやつなんですけど、リンゴの木は折れなくって、無事に生き残りました。なんですけどね。あと何週間かしたら引っ越しをしないといけないので、この木にもさよならを言わないといけないですね。はい。Hey, Hanson. Hey. Hi. You think you can drag this? No, I tried. It's heavy.
See, I told you. I think it's not that it's heavy, I think it's stuck. I think you have to cut it or something. Yeah. ちっちゃいミニミニヒーターをウサギのために置いてあるんですけど、ウサギ見てください、めっちゃ近くないですか？あんなね、端っこのね、ちっちゃいヒーターの部門前に3匹集まってめっちゃ眠そう、眠いな、オリバーな、眠いな。なんですけど、すごいちょっと可愛いと思って、ですね、コメントで玉ねぎの切り方を教えてくださいというコメントがあったので、簡単にですけどお見せをしたいと思います。玉ねぎです。はい、玉ねぎです。うちはですね、玉ねぎを切るときにここの頭の部分とお尻の部分を最初にこうやって切り落とすようにしてます。これはね、なんかね、昔すっごい若い時に、10代の時にレストランで救助をしてた時、ウェイトレスをしてた時に、レストランのシェフの人がこうやって仕込みをやってたので、それ以来ずっとこうやってやってるんですけど、こうやって上と下を切ってですね、で、簡単にこう、上の薄皮1枚をこうやって、こう、切り込みを入れるんですよね。ここの部分。こんな感じで。わかるかな？切り込みを入れてですね。で、これの、外したいレイヤーをこうやって一周こう外すレイヤーを、そうするとこうベロ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 っと1枚で剥がれるっていう感じなんですけど、そうすると、あの、上から1枚ずつ剥いていくと、なんかこうやってこう外れなかったりするじゃないですか。なんですけど、こうやって切り込みを入れて周りをぐるっと剥くと、すごい楽に外れますよという、それだけの話でございました。はい、以上です。現場からは以上です。Back to the studio. What happened? Nothing. 旦那さん、仕事から帰ってきました。He's back from work and I look at his t-shirt. This is one of his funny t-shirt collection. And it says... Mickey.And then Mickey goes to what? Tokyo? Kyoto. I think he goes to Kyoto. He's going to Kyoto. Yeah. Look at his camera and how happy he is. Yeah, he's a tourist. Uh-huh. I don't know, I guess a brown shirt. Yeah. I freaking love your funny t-shirt collection. It's a lot of fun. Yeah, fun. It's Friday night. And we're off work. Yeah. And it's Halloween weekend. Yeah. This is a perfect t-shirt for Halloween weekend.I love it. Cool. ソーラーパネル無事に納入が終わりました。でね、なんかね、ソーラーパネルをこうバスの天井に止めるためのパーツをこう注文したりとかして、で、まあ、それが全部出揃ったら多分インストールができると思うんですけれども、まあ、インストールは夫がそういうのが得意なのでやってもらおうと思います。でですね、ちょっとすごい話があるんで、今日はソーラーパネルの話ついでに、ちょっと話をしようかなと思うんですけど、聞いてくださいね。うちね、ソーラーパネルを買ったのが大体ね、1週間か10日ぐらいか前かなんですけれど、でね、値段が、ソーラーパネルの値段がいくらだったかな、350ドルで、3枚買って1000ドルぐらいだったんですけど、まあそれに税金が 9% かかるのと、あとはすっごい大きいアイテムなんで、なんか専用のトラックで届けに来てもらわないといけなくって、でもその送料とかがかかって、なんだかんだでね、1200ドルぐらい、だから日本円で言ったら12万円ぐらいかかったんですよ。で、でもまあこれからカリフォルニアに行くし、なんかカリフォルニアのほら行き先でこう電気使うから、まあソーラー入れても多分間に合うやろということで、ソーラーパネルを買ったんですよ。買ったんですけど、そしたらすごいことが起こってですね、なんかまず、お手紙がね、銀行から届いたんですよ。で、2通届いて、1通目は、何やったかな、メインバンクじゃない方の銀行なんですけど、この間は、うちのオンラインシステムが突然停止してご迷惑をおかけしました。つきましては、ここに金一封150ドルを
こう小切手を同封しますのでお納めくださいみたいなことが書いてあって、うちねそのシステムが止まってたことを全く知らないぐらい、その銀行をまあ、あのサブの銀行なので使ってないんですけど、まあ、あのお金くれるって言ったらそうか、じゃあありがたくと思って150ドルの小切手をもらったんですよ。でそしたらあのソーラーパネル頼んでしばらくしたら、今度ねうちのメインバンクの方からまたお手紙が来てですね、別の銀行から。でお手紙見たらなんか不動産のリアルエステートリワールかなんかって書いてあって、であのあなたに この小切手をあげますって書いてあったから、夫が何やろうこれって言って銀行に電話したんですよ。もしもしつってなんか小切手来たんですけどこれなんですかって聞いたら、うちねあの2年ぐらい前にフロリダに住んでた時の家を売り返したんですよね。まあ、あのフロリダで家を買って売ってみたいなのを何回かしたんですけれど、その時にうちのメインバンクを使って、まあ、銀行で取引をしたんですよね。でその時のなんか対象期間内にこれだけの取引をした人になんかいくらいくらのキックバックをあげますみたいな、なんかポイントみたいな感じですね、ポイ活みたいな感じなんですけど、なんかリワードをあげますみたいなのがあって、その期間に該当したんであなたにこう小切手をお送りしますって言って、で値段見てみたら、値段っていうかあの金額見てみたら1050ドル、正確にはね1049ドルだったと思うんですけど、1050ドルの小切手が入ってて、でそのもう一個の銀行から全然理由もなく突然オンラインのなんかシステム停止でごめんなさいでもらった金額と合わせたら、今回買ったソーラーパネルと金額がほとんど一緒だったんですよ。で夫と二人ですっげーっていう話をしてて、うちね結構そういうことがあって、なんか車の修理でいつやったかな、なんか20万かかった時とか、なんか結構大きな出費があって、これ買った時とかあれ買ってこれ買って結構大きな出費があったねってなっても、なんかねしばらくしたら普段のお給料とは別のところのチャンネルからなんかお金入ってくるんですよね。なんか不思議な話なんですけど、なんかねあのそれこそ忘れてたなんか給付金が届いたりとか、今回みたいなこととか、なんかその予想もしなかったところから足りなかったお金をまるで誰かが見てたかのように、あお金使ったんやなこの間って、せやんなって、そうやったらあの足りへん分あげるわって言って、使った分をそのまんまなんか誰かが見てて補充してくれてるような感じなんですよっていうのがすごいあって、うちねなんか結構何年か前からすごい言ってるんですけれど、私ねすっごいうちは運がいいと思ってるんですよ。なんかうさんくさい話ですいませんなんですけど、なんかねそうしたらどんなねなんか結構大変なことがあっても後々で考えてみたら結果的にはうまいこと言ってる、結果オーライみたいなことがすごいあって、それこそあの2年前に私なんか体調を崩して、あの空軍をこう退役になってこう卒業はしたんですけど、訓練校なんか結局帰ってくることになって、でその後でなんかハリケーンがあって、なんかもう避難とかになってすごい大変で落ち込んだ時とかがあったんですけど、まあ蓋を開けてみれば私が訓練校にそのまま残ってたら夫は一人でハリケーンを乗り切らないといけなくて、なんか避難もできない、一人で避難するのは多分大変やったと思うし、っていうことを考えると、なんか結果的に見たら私がその病気で結局家に帰ってきて夫と一緒に避難ができたっていうのはすごい良かったなと思うんですよね。なんかそういうことが結構あってですね、なんかお金を使った時とかでもそうですし、なんかすごい困ったことがあったりとかした時もそうなんですけど、その時はちょっとなんかうーんって思うことでも後々になって考えてみたら、あそっかあれはそれで良かったなみたいなことが結構続くようになったんで、最近はねなんか虫の知らせとかなんかこれやったら大丈夫みたいな、なんか変な自信みたいなのがあったら、とりあえずそっちに従って進むようにしてますなんですけどね。まあそんな感じでちょっとすごかったんで、ちょっとみんなにシェアしようと思いました。なんかね、引き寄せの法則とか、なんかスピリチュアルって私全然詳しくなくて、なんかそっち系のビデオとかまんま見たことないんですけど、なんかやっぱそういうのってもしかしてあるんかもしれへんなぁと思いました。まあそんな感じの今日なんですけれど、とりあえずねあのさっきねソーラーパネルも届いたし眉毛描いたんで、とりあえずこの後あのもう一本うだうだトークを撮ってでアップしようかなと思うんですけれど、まあそんな感じで今回の Vlog はこんな感じにしようと思いますね。なんかねあの明日、今日がね、10月の30日金曜日なんですけど、なんかね、明日が31日でハロウィンなんですよ。で、夫の同僚のパーティーに、うちが招かれていて、なんかね、納屋、バーンって言って、納屋をこう改造して、
こう一から建てはったお家みたいなところらしいんですけれど、まあ、あのお家がほとんど完成したっていうので、まあ、ハロウィンパーティーやるから来てよって言われたんで、まあ、その夫とお揃いの NASA のスペースツーツを着てちょっとハロウィンパーティーに行こうかなと思います。なんかね、あの、まあ、ハロウィンパーティーの様子はビデオにできたらしようと思っているんですけれど、なんかね、猫スーツ、猫のコスチュームはなんか人前で着るかどうかわからないんですけれど、まあ、もしかしたら着るかもしれないし着ないかもしれないということでお納めください。あ、でもね、あのスペーススーツは着たところを多分写真とかビデオとか撮ると思うんで、そしたらまた別にアップロードさせてもらおうと思います。はーい、そんな感じで今回の Vlog は以上になります。皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。